私自身こう無意識のうちなんですけど、練習の時とレースの時とで全然こう滑りが違ってしまうというか、こうレースになると体が硬くなってしまって、練習の時のように思い切った滑りができないとか、ピョンチャンに向けてそこは乗り越えなきゃいけない壁だなと思ってます。上がり症なんです。すごい上がり症なんです。 どうしても、あ、怖いと思ってブレーキングしてしまったりとか、無難な滑りをしてしまうとか、こうどこか攻めきれない、乗り越えなきゃいけないなって自分では思ってますね。こう練習の時からもっと攻める姿勢を出していく、レースのように一本一本本当に気持ちを込めて滑っていくとかっていうことが必要になってくると思うので、それをレースでも発揮できれば絶対に表彰台を狙える位置にいると思います。今までやってきたことを、信じるしかないですし、そのために腹を決めることかなと思いますね。失敗を恐れないこと。その先の自分へ、パラドゥ。全部いけない。